ございます。エミリンこと松美です。緊張してます。今私今日変ですよ、様子が。そういうのも、はい、人生で初めて撮影用じゃないホストに来ました。撮影してますけど、結局してるんだけど、はい、普通にホスト行ったことないなと思って。はあ、なんで動画回さずに行かなかったんですか。え、これはだからもう本当にでもビビるじゃん、怖いじゃん。あ、なるほどね。そうだから一応なんかそのこれはなんか私のビビり心から一応動画回してる。オッケーです、オッケーです。そうそう、はい、あとなんかその一応撮影許可も取ってます。なんか今日息変ですよ。マジで普通緊張しちゃって、はいはい、ドキドキする。で今日は本当に撮影用とかじゃなくてちゃんと私をこう本当にお客さんとして扱ってほしいですっていう風にお願いしてるから。なるほどね。ここは何すればいいんですか。え、見てて一緒にですか。モニタリングしててほしい。あ、なるほどね。うん、でなんかさ、私さ、そのやっぱさ、その初対面の男の子と何喋ったりか分かんないとかあるから、はい、適度にヤバい行動してたら止めてほしい。いつものやつですね。やっぱこのままだとこの子くすぐるになっちゃうと思って、危険をさしても止めてほしい。むずいな。ちょっと気になることとかがあったりとかしたら呼び出し OK です。 OK です。あ、緊張する。もう続々とね、同伴のお客さんたちが入ってきますね。そうなのよ。なんか前回ね、動画でその企画として関わらせてもらったケーキーさんという人とチョコレートさんという人がいるんですけど、はい、そういう人たちがいるらしくいいから、はい、行きますよ。でも怖くなってきちゃった、どうしよう、帰ろうか。はい、というわけで今エレベーターに乗って向かってます。あ、待って、もう着いちゃった。こんにちは。あ、こんにちは、はじめまして。すいません、初回なんですけど、ご案内お願いします。はい、お客さんご来店です。いらっしゃいませ。なんか身分証確認されました。本日はご来店ありがとうございます。どうぞお座りになります、はい、ありがとうございます、はい、料金システムを教えてほしいです。はい、基本的に初回のお客様は60分間1000円でのご案内となりまして。60分1000円。はい、安いですね。はい、ありがとうございます。はい、当店ですね、初回のお客様、写真を見て写真指名というのをしていただきまして、見た目とかで話しやすそうだなとかもそういった部分で選んでいただきまして、そういった、はい、キャストがこの後順に、ご挨拶をさせていただく形になりますね。はい、これ写真指名は何人選べるんですか。はい、6名ほどお選びいただけたら。6人もいけるんですか。はい、キーくん、写真指名みたいなの言われました。こんな感じでなんか写真指名でコップが楽しそう。なんか皆さんこういう感じで決められてて、そのナンバー順になってるんですけど、一番下まで行くと黒 T の方がいらっしゃるんですよね。でも逆になんか私気になるけどな。あ、なんか1人2人はさ、店のおすすめの方でみたいな感じでお願いするとして、顔見知り2人入れたいんですよ。あんまり顔見知り言ったらね、やっぱちょっと信じるさないし。そっか。え、でもマジでケーキさんとチョコレートさん欲しいよ。ダメ？企画にそぐわないか、うん、そうだね、今日私初回を楽しむんだもんね。そうじゃあ分かった、顔見知り入れない、あえて。ごめんなさい、すいません。今あれです、VIP 席で、はい、あの他のお客さんがいない席なので、まずそこはご了承ください。ナンバーワンの方見たくない？その歌舞伎の中でもすごいなんかトップクラスのお店って言われてるお店ですよね、ここって。すごいのナンバーワンってちょっと普通に気になる。それはもちろん。じゃあ皇帝さん行こう。え、これいい。はい、この子スメラギゼロ。スメラギゼロさっきの僕はね、カエデさん行きたいですね。確かにカエデさん、なんかあえて黒 T で勝負してるカエデさん行きたいですね。じゃあ一回タイプで見ますね。え、でもこの人かっこいいよ。明けの翔さん。これ6人が10分で回ってくるんで、およそそのぐらいで。え、じゃあもうあとお任せにしよう。そのおすすめにチョコレートは含まない方がいいんですよ。どっちかだけじゃあチョコレートさんかケーキさん、どっちかだけ向こうで見てもらう。まあもう本当に、え、じゃあここから呼んじゃダメですよね。うわー、とろっと緊張する。本当に無理やな、帰りたい、お家帰りたい。一回飲もう。こんにちは。ご視聴になってもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はじめまして、楓と申します。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱり画面で見ると全然違うんですよ。本当ですか。めちゃくちゃ綺麗で嬉しい。すっごい、もう手震えてますもん僕。すいません、じゃあ乾杯させてください。すいません、いただきます。いただきます。いただきます。こういう人がタイプだなみたいなのってあったりするんですか。面接されてる気持ち。いやいや、面接じゃないぞ、面接じゃないぞ。はい、はい、私いたしましては、はい、芸能人で中村智也さんが好きです。中村智也さん、めっちゃ震えてませんって大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫ですか。ディズニーがお好き。僕も結構ディズニーが好きで、ディズニー結構行きます。ジャンボリミッキーめちゃくちゃ入ってます。あ、すごいですよね。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー。昔そんな入ってなかったですよ、結構前からあるのに。ジャンボリミッキーなんてなんかよかったら書くとかね、多分ちょっと。これなんかいい感じに編集してくれるとありがたいですね。すいません、一緒、はい、はい、あれ、どうですか。面接受けてる気持ちですよ。エミリンさんがホストに来たらバレるじゃないですか。
でやっぱ向こうも緊張して、うん、ちょっと普段の感じさせるのはあるあるだと思うんですよ、うん、なるほどね、はい、あじゃあこれが私のホスト初回のリアルか。そう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 。だけどそこの壁を破ってくれる人が欲しい。そうです。だからそれ目でこういう人が来るっていうのもリアルです。なるほどね。はい。あそうかそうかそうか。いい人なんだ、いい人なんですよ。めちゃわかる。そうそう。はい、なんか母性本能ぶくすぐられる感じ。一生懸命ですよね。うん。失礼します。OK です。行きましょう。はい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 。作戦会議みたいな。あ、そう作戦会議。はい、あ、そうです。定期的にモニタリングルームからちょっと指令が、はい、お呼びかかって、はい、そういうシステムになります。楓さんお願いします。はい。はい、すいません。はい、すいません、ありがとうございます。ハバナイステイ。ハバナイステイ。いいじゃないですか。いや、なんか、はい、え、分かる、でもいい子でした、はい。多分好きな人はすごい好きだと思うんですけど、やっぱその、私が緊張させちゃってますね。カメラも回してるし、まあね、なんか意味わかんない環境じゃないですか、ね、モニタリングルームで見られてて。確かに。多分すごい緊張されてたから、緊張の、感染はしました。私がハマったかハマらなかったかで言うとハマらなかったっていう。はい。あ、失礼します。はじめまして。よろしいですか。はい。お願いします。元気いっぱい。いやもう、はい、お酒入れてきました。ゼロって言います。はじめまして。な名前です。はい。はじめまして。高齢だ。あ、高齢じゃないです。これスメラギゼロって言うんですよ。なるほど。急にナンバーワンの方来られた。なんでスメラギゼロなんですか。なんかホストやろうと思った時に、うん、アニメ見てて、うん、コードギアスって知ってます。おそのルルーシュってやつの仮面かぶった時はゼロって言うんですよ。中二病なんでかっこいいなみたいな。ああいいじゃないですか。おいくつですか。二十歳なんですよ今。寂しいですね。いただきます。はいただきま す, きます。こんにちは、まあ、ここの店で、うんうん、ナンバーワン二十歳で行ったのが初みたいで。あそうなんだ。ビルもありますやっぱりエビニちゃん。はい1300万どうやって売るんですか。どうやって売る、うん、目の前の子に対してお金を通して見るんじゃなくて、うんやっぱり一女の子としてしてあげるみたいな。なるほどね。エミリーちゃんは、うん、年下と年上どっちがタイプですか。年上です。年上ですか。僕ダメですか。年下で年下で、うん、はい甘えたいなみたいなないですか。たまに甘えたくなりません。たまに甘えたくなります。おいで僕のその高校の時に好きだった子が見てたんですよ。うん見てくれてるかなと思って、うん、え、どうですか。あ、すいません、ちょっとモニタリングルームから今呼び出しかかったので一緒に行ってきます。はい。分かんない。なんか私が、多分私が悪いんだと思う。上手に乗り切れないっていうか、ま、私もさ、はい、お酒入れるわ。はいはい、うん、はい、で、一回壁破る。よし、行ってくる。行きます。ウェーイ。どうしました。イエーイどうしました。なんか、はい、楽しみ方もスタンス変えてみようと思って、やっぱちょっとこっちも、はい、ウェーイってか何に行こうって感じで行こうとしたら見ることにする。オッケーです、オッケーです、オッケーです。乾杯シートやないグッド、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 グッド。グラスが空よ任せてください。ください。ちょっとこれ、お酒なくなっちゃったんです、お酒。はい。そしたら、そっから追加料金になるところですね。そしたら、オッケーです、払います。1貫何なんですか、このスタート。1貫3000円で。1貫3000円あ、1貫じゃないです。2セットだよ、3000円なんで。パックスとか全部込みで多分4500円ぐらいするんです。怖っ。これで4500円します。怖っ。いいですか、はい、酔ってきました。まだ全然酔ってないですね。全然、はい、まだスンとしてます。どっちもゼロ主任お願いします。はい、ありがとうございます。連絡先も聞いてもいいですか。あいいですか。え、ダメですか。ポストと送りっていうのがあるんですよ。はい、一番良かった人を最後に選べるですね。うんうんうん、どうしようかな。ありがとうございます。素敵な一日を過ごしてください。ありがとうございます。どうでしょうか。難しい。難しいなんですか。優しいよ。みたいなやつやってくれたの。ね、分かった。私さ、次なんか最初から女出す感じにしようかな。なんか例えば失礼したばっかりでみたいな、悩んでるんだみたいな。OK です。うん。くどかれに来てくどかれに行く。あ、こんにちは。こんにちは。失礼します。いいですか。お願いします。マサトって言います。お願いします。あ、ありがとうございます。肌綺麗ですね。ありがとうございます。その肌が欲しい。あ、嬉しい。ありがとうございます。彼氏は今います。彼氏さんは最近別れてちょっと失恋して今ちょっとあれなんです。別れたばっか。別れたなんで別れちゃったんですか。なんかちょっと将来の価値観が合わなくて。エビさんのじゃあ将来の価値観は。いやなんかいろいろあるじゃないですか。まあでも仕事したいですねずっと。まあでも別れや出会いの始まりなんで。あいいこと言うじゃん。こう出会えたんだ。うん。趣味は休みの日とか何し。いやでも全然一人でディズニー行ったりしますよ。一人で。俺ディズニー行ったことないの。なんかするんですか。本当にない。エミさんと初めて行くために撮っといた、うん、あ行こうよ、呼ばってよ。ホストっぽい。本当心の声出ちゃったすごいいいホストっぽい。呼ばってよ。まるでホストみたい。似てる。似てる。なんもないです、なんもないです、ごめんなさい。はい、失恋モードはどこ行った。わかんない、なんかちょっと酔っ払ってきた。あ、そっち、そっ
っちなんだ。ちょっと引っ張られてきた。ちょっと若干ダウナーというか落ち込んでる。あ、そっか、あの乙女モード全開でいくんだった。ちょっと病んでくる。オッケーオッケー、ちょっと待って。病んでくる。もうどうしよう。どうしたん。どうしよう、なんかもう辛い。戻った。なんかもう辛くて。うん。じゃあ本当デート行こう。デートして。そこはもちろん俺が出すよ、うん、でもさ、私がシャンパンペイレルちょっと料金比べたら全然違うやんか。それに対してはどう思ってる？それに対して、まあ、シャンパンの値段じゃなくて、うん、俺に払う価値を感じてくれる、価値を感じてくれるの、俺に値段をつける。いい回答。なるほど。シャンパンにお金払うというよりは俺にお金を払う、うん、なるほどね。呼ばれましたよ今。じゃあ LINE だけ、はい、あ、ダメです。ダメ、はい、いやだからその最後の送り指名でマサト君がいいなと思ったらその時言わせてください。いい感じですけど、こっちのモードで行った方がいいわ。そうですね、うん、もう最初からこれだわ。なんかホストっぽいとかなんか言いましたけど、うん、ホストなんで。あ、そうな、ホスト似てるなみたいな。中に入り込んでくださいね。あ、わかりましたわかりました、はい、入り込んだ。こんばんは。あ、こんばんは。はじめまして。ありがとうございます。翔と申します。こっち座ってもよろしいですか？はい、もちろんです。すごいなんか写真でだいぶ選んでもらったって聞いて、黒髪が好きですか？あ、そうなんです。お兄さんっぽい感じだったんで。同い年だと思います。あ、本当ですか？竹下って呼ばれてます。あ、化粧さん、はい、了解いたしました。了解いたしました。で、今日は失恋しちゃって元気ないんで慰めてもらおうと思ってきました。その今日で新しい恋の出会いがありますよね、きっと。あ、そうってこと？でもなんか怖いんですよ、私沼りたくないんで。結構沼系ですよ。あ、そうなんだ、はい、結構沼系なの。幸せな沼ですけど、ね、幸せな沼って何？で、どうなっちゃうんですか、沼ると。もう僕に出会って、うん、ずっともう僕だけ好きです。怖いっすね。うん、それぐらい沼ですよ。ちょっともうちょっとこっち来てもらうこと考えるんですか？こっち来ていいですか？そうですね。男性とか女性とかあんまり関係ないけど、なんか俺は割と年上か同い年ぐらいがいいから、うん、気が合うと思う。そうなんだ。何その反応？なんかそうなんだ。見た目はどうなんだろう？中村智也。塩顔黒髪。今日だって写真誌した人たちって割と黒髪だったりとか。確かに黒髪かも。黒髪好きかもしれないかも。黒髪好きかもしれないかも。商標、商標お願いします。ちなみに嫌だったらあれなんですけど、連絡先は聞いてみますか？じゃあ最後にしてもらってもいいですか？最後になんかその送り指名的なやつを選んだ方としたいです。やっぱあれしちゃうから。そう、わかんなくなっちゃうと思うんで。でも俺一人だったらわかんない。最後で OK です。近い。いや、なかなかですね、うん、近いかも、うん、ハマりそう、ハマりそう。いや、ちょっと僕も思ってました。お、いいね、うん、もうちょっと時間があってカメラがなかったら、ね、全然、なんかあと気になったことがあります。それやっぱ内カメだとみんな意識しちゃうわ。あ、なるほど。外カメにしよう。今んとこ、翔さんだな。声がいいですね。お、いい、はい、私、翔さんとそのマジの隠しカメラで喋りたいかも。いや、普通に言ってくださいじゃん、普通に。普通に言ってくださいよ。モニタリング室とか用意せずに、ね、はあ、やっぱ翔さんはやっぱ代表取締役なんですよ。どんどん。はい、どうぞ。え、BGM ないんですよね、ここ。そうなんですから、もうプレッシャーがね。結構追いかけられたいのか、うん、追いたいのか。追いかけられたいです。追いかけられたい。はい。今日はだからもう、口説かれに来ました。口説かれに来たんですか？はい。僕結構そういうの苦手で。あ、そうなんだ。追っかけられてきた人生なんで、僕も。うわ、ホストさんで自分から行ったことないんすねってすごいっすね。あ、でホストになってからは頑張ることも。ああ、頑張る、頑張る。人生でおいて、プライベートでは。その、つかの間だってもなんかモテる気持ちになれるとか聞くから、はい、なんかそうなりたいですね。いや、むしろモテない要素ありますかって感じですよ。はい。失礼したんですよ。え、あ、間違えた。聞きたい。失礼したんですよ、最近彼氏と別れちゃって。そう、今元気ないんです。頑張れ。それをホストで穴埋めしようと。そうです。悪い女だこれは。でも初めてのホストなんです。悪くないんです。道端で捕まって騙されちゃったんですか、もしかして。違います。こんないい男と出会っちゃって。撮影許可取ってます。アースに、アースに。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。むずいな。次はでも知り合いですもんね。あ、そうだ、最後にケイティ呼んだんだ。そうですよね。ケイティはマジでどんな地雷女も対応してくれるんで、私はすごい地雷でいきます。あ、なるほどね。しようかな。あ、もう来たもん。なんかもうすごいテンションの人いるでしょ。多分あれなんですよ。失礼しちゃいます。覚えてますか？覚えてます。ありがとうございます。はい、また何2個あるんですか、名刺。おめでた紅白やろ。おめでた紅白でしょ。好きなの、好きな方の今日のケイティ。赤でいっちゃうじゃん。また恋しに来た。またクズ恋しに来た。エミちょっとだいぶ痩せたんじゃない？大丈夫？もう痩
食べてる、恋してる、恋してる、なんか今失恋してて、あいやーちょっと何何何、聞く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 、やむやむやむ聞く、ちょっと今元気ない、あららららら、またもうやだ、またもうガリガリになっちゃってんじゃん、恋愛してないの、今今恋愛してないから、本当に俺とするじゃん、大丈夫俺とする、本当もうちょっといい、分かった分かった、乾杯しようか、じゃあとりあえずね、持っていいよ、俺グラス持ってきたじゃん、俺も、あららら、もうなくなりそうじゃない、だってやばいやばいやばい、今日のね、情緒がちょっと、これはケイティが復活させてあげないといけないわ、お待たせ、グイ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 、俺も飲もう、今日はもういい、エミリンが幸せになるなら俺どうなってもいいよ、もう、じゃあいただきます、あー寄ってきたよ、寄ってきちゃったよ、エミリン、何何どうしたどうした、心に穴がぽっかりと開いて、ぽっかり開いちゃってるね、それね、うん、見えるもん今ちょっと、俺ぽっかり開いてるもん、埋めたい埋めたい、じゃあどうしたらいいの、どうするどうするどうする、埋めてよ、ケイケに埋めてよ、そのために来たんや、僕この街でもう何年もやってるんだけど、8割ぐらいの女の子とはもう1回きりなのよ、残り2割しかいないの、2度目ましてができるのってもう奇跡なのよ、僕ら何回目、でも私今日初回だからね、初回だよね、だって前の店と違うもん、違うよ、でも会えてんの2回も、奇跡だから、これ実感ないでしょ、まだない、分かってないもん、その目はもうないよね、ないよね、はい、あるんだよ、でも飲みなよ、ケイティ、いただくよ、うん、ケイティ飲んじゃうよ、エミリー、大いな、ケイティ新書ケイティだっけ、ちょっといいですか、はい、タートルトークの声やってるんですか、いやすごいのよ、ケイティはポテンシャルがもうすごいのよ、すごいっすね、ケイティはおもろいんだけど、うん、なんかどっちもいけんの、でも色恋モードやってってたら出演できるのよ、かっこいいですね、だからもう彼はナンバーに入ると思う、そら前回に違うお店だったんだけど、なんか多分お店変わったみたいでまたいたから、気持ち分かりましたわ、でしょ、はあ、欲しいしケイティ、はあ、そうなのよ、はあ、え見て今一人でなんかメニュー見てんだよ、何入れさせてやろうかと思ってる、絶対知ってるでしょメニュー、分かんないけど、クリスマスよ、じゃあ行きますね、はい、もう元気出ない、私無理、また出ないの、本当今さシャンパン見てたよね、見てたよ、当たり前じゃん、私に入れさそうとしてるじゃん、いやだっていい女性といい男性が出会ったらシャンパンだよ、シャンパンシャンパンパン乾杯や、いいお酒飲まないと、でもさ、そうやってなんか私をお客さんとして何かそのなんか見てる感じが嫌だ、いや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 、今日なんかいいの飲みたいなってなった時にすぐじゃあこれいかないって言えるようにちょっと見といたんや、絶対知ってるじゃん、みんな、いやいや違う違う、今日のエミの気持ちと俺の気持ちとマッチするシャンパンどれかなっていろんな、え、ちなみにどれなの、聞くだけで、うん、これかな、一番高いやつじゃない、一番高い、でも待って1、10、待って待って、もう50万じゃない、そう50万、50万だよ、ここからしか見てないから、こっち見えてないから、安いやつ見てないんだ、見てないよ、だって申し訳ない、失礼してこんな病んでるのに、おいおいおい、まあ、違う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 、こうちょっとね、ちょっとこう冗談入れてさ、ほらさ、エミリーちょっと本音聞いちゃおうかなと思ってね、失恋したの、辛い、あららららららら、辛い、そんないい男いたの、いい男いたんだ、ケイティより、ケイティよりいい男いた、まあ強かった、どうしたらいいの、戻ってきちゃったんだ、そしてもう無理、もう今どん底、どん底だ、引き上げる引き上げるじゃん、俺エミリエミリってまだ見えませんけどみたいなね、私まだどん底、長いのよエミリ、今日のエミリ長いな言うて、全然引き上がってくる、全然引き上がってきた、戻ってきた、もうちょっとじゃん、もうちょっとじゃん、エミリ、でもえ、なに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 、でも結局ケイティはそうやって、私はお客さんとしてしか見れないわけじゃん、バカバカバカ、私は愛が欲しい、愛が欲しいんしょ、どうやってくれるの、じゃあ何くれるの、まずは飛び込んできてみ、飛び込んできたらいいの、当たり前じゃない、俺もね欲しいもん愛が、うん、一緒に探しに行こうか、いいよ、はい、行くじゃん、え、どこに、でこの先何も考えてないじゃん、今日から始まりだ、何の話、もう全然わかんない、乾杯乾杯、このタイミングで乾杯、もうそうよ、何も考えないで、考えるな、感じが、今日の先も一段とないな、今日飲むね、今日飲むやから、やっぱり病んでるからいいんだよ、たまにお酒に逃げたっていいんだよ、あ、そうだ、今日それ、それホストクラブ、ね、そういうことなんで、お酒に逃げたい人も来る、やっぱホストグラブは、なるほど、ね、それでもいいの、そこに俺たちがいるのよ、じゃあなんか、うんうん、あの、とっておきのコールして、俺とっておきのコール、うん、あー、ケイティパーティー、ケイティパーティー、パーティーだ、ケイティパーティー、ケイティパーティー、泣くな泣くな泣くなって思い出してるんだよね、いろいろね、辛かったから辛かったから、ま、元気の出るこれ、ケイティパーティー、ケイティパーティー、パーティーだ、ケイティパーティー、泣かないで、エミリー、ダメ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 、聞いて聞いて、ケイティパーティー、ケイティパーティー、パーティーだ、最高、いいよいいよ、泣いてもいいから、今日はあんたプロだわ、ずっと一緒いるよ、大丈夫だよ、
ケイティ何歳でしたっけ？今年30歳です。ケイティ、ケイティ、ケイティの30代もよろしくお願いします。すごいな、時間ぴったりじゃん。2分半しか喋ってないですよ、まだ。元気になった？元気になった、よかったよ、安心安心。俺もエミネを笑顔にするためだけに歌舞伎町来てもいいんだよね。いやマジでケイティとお酒のものなら価値を感じる。ウェイ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 じゃん。いつでも呼んでよケイティ、ね、おかわりあるからね。じゃあね、バイ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 、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。風呂元気になっちゃった。でもね、ケイティの弱点は10分でお腹いっぱいなの。あ、確かにね。そうこれね、マジの。だってここからあれもう送り締めでしょ。いや、ってなったら翔さんになるかな。なるよね。まあそうですね。あ、こんにちは。それではですね、送り指名といって、はい、何かご一緒させていただいた中で一番印象が良かった声、はい、話しやすかった声がいたら最後ご挨拶させていただきたいのですが、ご希望の子はいらっしゃいますでしょうか。なるほど。これでも永久指名みたいになるんですか？この段階ではまだもう一度ご挨拶に来させていただくだけで永久指名というわけではございません。なるほどね、はい、なんかホストって指名1回したら帰れないみたいな言うのはどこから始まるんですか？はい、その次からといいますか、送り指名で頼んだキャストがもうこの子でいいかなと思ったら、例えばその日のうちにご指名の新しい伝票を作らせていただいて、その段階になれば永久指名になります。なるほど、はい、じゃあ仮に今日6人いたけど、はい、もっと他も見たいわってなった場合はどうなるんですか？はい、当店の場合は初回でのご案内が2回まで可能となっておりますので。なるほど、じゃあ翔さんとお願いします。ありがとうございます。はい、なんかさ、翔さん自分でなんか俺沼らせるよみたいなの言ったじゃないですか。うん、ああいうの弱いから。あ、なるほどね。なんかちょっと二次元っぽいじゃん。確かに、アニメキャラが言いそうですね。そう、最後はさ、ちょっとさ、なんか私はあなたを選びましたモードに行くね。うん、まあ、なんかドキドキワクワクタイム。はい、失礼します。あ、こんにちは。ありがとうございます。わーい、何がきっかけでした？いや、なんか自信満々な感じが良かったです。なんか沼らせて欲しくなりました。沼らせた。めちゃくちゃ緊張しましたよ。本当に？ちなみに、うん、さっき話してた連絡先は今聞いてもらえますか？うん、いいでしょ。これ大丈夫かな？知りません。鬼のように連絡来たらどうしよう。なんか最後になんか必殺技してほしいな。あごくいとかしてもらおうかな、ちょっと。結構イチャイみたいな。イチャイみたいな。イチャイしてほしい。イチャイしてほしい。いや、ほんと元気ないんだよね、最近。ちょっと待って、ちょっと、一回緊張していい？うん、一回緊張していい。私今モードに入ったから。絶対俺の好きな。うん。間違いない。催眠？催眠だよ。うん。なるほどね。そのから LINE とか渡して。分かった。さすがに俺もコンタクト取れなかった。それはできない。あごくいしてもらっていい？うん。やめて、白目は。なるほどね。白目やばいな。悪くないかも。まあ、今さら、うん、シャンパンタワーっていくらから入れれるんですか？うん、保証金100万、150万からです。150万からなんだ。はい。で、シャンパン入れて帰った方がいいかな。今目がキラッとした。大丈夫かな。このまま指名とかあるんですか、普通って？あります。飲み直しっていう制度があって。次でね、じゃあ。いいんですよ、次があるんですか？ないです。あるだろうかよ。ないです。帰るんでついてこないでください。あ、違う、送り指名ってついてくるのか。そう。あ、じゃこれで今日帰るんですか？おっきい。あ、ね、背高い。190ありますか？186。うわ、やば。ちょっとなんかいいっすね。あんま割り背高いの。この身長差のこの感じはちょっと俺もしっくりきてる。いきましょう。キャミコン。そう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 。ケイティ総指名にケイティ総です。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったね。何ですか？楽しいかも。6人呼ばせていただいて、はい、いるかいないかだと思うので、その自分のタイプだなと思う方が。確かにね、いなかったら結構私はしんどいかも。だからなんかホストめっちゃいいですよみたいな感じでも言えないな。なんか、うん、マジでそのいいなと思う人がいたら楽しいと思うけど、うんうん、いなかったら結構なんかその確かにどうしたらいいんだろうみたいな時間は続いちゃうのはあるから、うんうん、あとマジでこれは本当に何のあれもないんですけど、ケイティは絶対間違いないと思う。なんかまあもし私の動画見てこのお店行きたいなと思って6人選べるんだとしたら結構入れといて間違いない人かも。確かに、うん、はい、以上です。帰ります。チャンネル登録よろしくね。飛んじゃった。いや、じゃ。お疲れ様です。違うんですよ。